武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福岡大学の入試について話していきたいと思います。福岡大学ですが、まあ、文系理系の学部、幅広くある大学で、まあ、あの九州の、中では、まあ、志望される方も多い私立大学なんじゃないかと思いますが、まあ、ここはですね、難易度的には割と、まあ、医学部とまたそれ以外で結構変わるんですけれども、まあ、基礎的な内容が医学部以外だと多く、まあ、医学部であっても、まあ、他の医学部と比べてめちゃめちゃ難しい問題が出るというより標準問題の完成度勝負の、ような形式になっている大学ですね。ではそんな福岡大学の各科目の勉強法をそれぞれ見ていきたいと思います。英語、数学、国語、日本史、世界史、地理、政治経済、物理、科学、生物、小論文の勉強について話していきたいと思います。地学については割愛いたします。